皆さんこんにちは、きびだんごの春です。今日は松崎さんをゲストにお迎えして、こちらのコクーンという商品を紹介していただこうと思います。松崎さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このコクーンなんですけど、はい、これはなんかどういった商品、どうやって使う、なんか見た目はヘッドフォンっぽいんですけど、そうだね、一言で言うと、まあ普通のヘッドフォンって音楽を日中に聞くためにあると思うんですけど、このコクーンはめちゃめちゃ特殊で、はい、眠っている時につけるヘッドフォンなんですね。寝てる時につける、はい、逆な感じもしますけど。そうなんですよ、やっぱり眠りを良くするとか、あとはリラックスする、起きてる時もリラックスをする時につけるっていう、すごい特殊な用途を持ったヘッドフォン。へー、響かないというか、こうすっぽり収まってますもんね。そうだね、角がないので、枕の上でこうやってゴロゴロしても、邪魔にならない。僕は、実は睡眠オタクで、睡眠オタク、もう睡眠と名の付くものは片っ端から買っちゃってるんです。あ、そうなんですね。今日覚えたいろんな情報を整理したりする、深い睡眠もあるんだけれども、それ以外にも感情を整理するっていうすごく大事な機能があって、それは考えたことなかったですね。その日に例えばあった、楽しかったこと、辛かったこと、そういったものを全部、まあなんていうかな、ある意味消化してくれるっていう機能も持ってるんですね。人生の3分の1って実は寝てるんですよ。そうですよね。私も思います。30年生きてたら10年間もう寝てたんだみたいな。寝てると一緒なので、一生の3分の1を寝てると思うと、やっぱりそこをいかに大事にできるかっていう、ね。そうですよね。投資すべきところですよね。そうだね。星野さんは、睡眠で悩んでたりすることってあったりする、はい、私自身なのか、これは。父親にいびきが本当にうるさくって、騒音で音が気になって眠れないとか。なんかでもやっぱりこう、睡眠がなかなかうまく取れないと、その次の日もなんとなく調子悪かったりとか。そうなんですよね。ちょっとぼーっとしますよね、やっぱり。で、実際にはこれ普通のスピーカーに、ヘッドホンに見えて、いろいろ中に機構が入っていて。見ていいですか？はいはい。すごい、なんか。これは一体何かというと、EEG センサーって言って、脳波を、測るセンサーなんですね。あ、出してくれるんじゃなくて、測ってくれるんですか？測ってます。ここからなんか変な信号が入ってきたりとかというのはないんですけれども、はい、ここで、脳波を読み取って、で、今どういう状態にあるかっていうのを全部分析してくれるんですね。なんか、テレビでやる、何でしょう、脳波を、ああ、そう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 。こんなたくさん合ってるような、大学でやるような、そのことを測ってくれるんですね。これをつけて寝ることで、頭の中がどうなってるのか、果たしてそのリラックスできているのかどうかっていうのをきちんとモニタリングしてくれる。これ普通にヘッドホンとして聞くこともできるんですけれども、一番の威力を発揮するのは、スマホのアプリと連動した時に、初めて威力を発揮します。ハキハキした色がないというか、ああ、落ち着いてるかもね。落ち着いたトーンですね。睡眠アプリっぽいですね。睡眠アプリっぽいって、なんちゅうコメントなんやって感じ。ここでいろんなプログラムがあって、深く眠るためにはどうしたらいいかみたいなガイダンスだったりとか、あとは単純にその音楽を楽しんだりとか、あとは自然音、焚き火の音とか、ありますよね、雨の音とか、川のせせらぎとか雨の音とかを聞いたり、あとはバイノーラルの音楽みたいなものも用意されたりします。バイノーラル、バイノーラルっていうのは、位置がちょっと 3D で聞けるような感じ。それ多分オリジナルのマテリアルって、オリジナルの素材なんですか？そうですね、これオリジナルコンテンツですね。で、面白いのは、ずっとこう聞いて、これを使ってると、その人の、状態に合わせて、だんだんレコメンドみたいなものも増えてきたりとか、レコメンデッド4スリー、眠るためには、みたいな感じで、シリーズものの第6回からとか、な感じになってます。へー。過去に使ったことがあると、こうやって履歴がいっぱい出てくるんですけれども、これ、ありがたいな。面白いのは、点数がついてるんですよ。はい、例えばこれ、10点満点の8点とか、10点満点の10点の、質の寝。すごい、満点で寝てらっしゃる。で、寝るまでの時間とかもあるんですよ。これ 0分、だから数秒で眠りに落ちましたみたいな。寝るまでの時間、どう考えても測らないじゃないですか。ちっちゃい頃からずっと知りたかったんですよ。どれぐらいで寝るんだろう、私はみたいな。面白い。それをやっぱり知ることによって、どれぐらいやっぱりこう、なんていうか疲れていたのかとか。それも全部ここのうち感知するセンサーで。そう、EEG センサーで全てこれが取ることができるですね。これが実際の睡眠の時のグラフなんですけれども、ここで眠りに落ちてから深い眠りっていうのはこの深い緑のところ。で、浅い眠りとかになると、どんどん浅くなると、ここら辺は夢を見ているところ。あ、レムとかのレム睡眠ですね。そう、これがレム睡眠で黄色っていうのかな。大体最初深く睡眠をして、そこからだんだん浅くなって起きるみたいな感じなんですけど、そういうのが全部可視化されるんです。
こう見ると、どうも松崎さん、深い眠り。あ、ここすごい。なんかそうだよね。ここ3割。あの、でも。3割ぐらい。睡眠の全体の点数は、まあ、そんなに良くないのは、うん、多分ね、早く1時に寝て、5時には寝てるから、うん、睡眠時間は短かったですけど。短いと。でも、こういう時こそあれなんですか、集中的に。うん、いい睡眠と多分すごい深い眠りだったんだよね、うん、4時間しか寝てないけど、はい、ものすごい深い眠りでしたと、うんうんうん、そんなこともわかる。ああ、なんかあのすでに何でしょう、耳全体を覆うっていうんですか、なんか普通のヘッドホンよりカバー力がすごいですね、うん、なんかねパッドのところがすごいふかふかの、はい、あのパッドになっていて、うんうん、耳を圧迫しすぎないような感じになってるらしいです、はい、頭痛くならそうですし、密閉感がすごいというか、外の音だいぶこの時点で遮断されてますね、うん、そう、あのすでにねノイズキャンセリングを聞いてるので、まあでも実際にここはあまりノイズがないので、あ、今この時点でもノイズキャンセリングされてるんですか、うん、されてます。だからここで例えば車がすごい往来が激しかったりとか電車の音がしてたら、はい、そういうのは全部カットされちゃう。はー、だから本当に何でしょう、指を思いっきり耳の中に突っ込んで話してる感じですそれぐらいあの外の音がだいぶ遮断されてます、ね、なんとなくこうシーンとなってる感じ、はい、でちょっと実際にやってみましょう。ありがとうございます。本物の音っぽいなっていうか、うん、本当に外にいるような感覚です、ね、うん、いいね、川の音ですね、川の音か雨の音、雨の音、あもうなんか瞑想コーナーとかヨガとかじゃなくて、面白いのはここで、さらに被せることができる。すごーい。例えばじゃあさっきキャンプファイヤーの音を音楽に被せて聞く。で、面白いのはこれ、あのこの状態で寝ていただくんだけれども、はい、あの眠ってる時に聞こえても無駄じゃないですか、はい、なので眠りに落ちたことを、はい、このヘッドホンが、コクーンが自動的にそれを察知して、はい、音をやめてくれたりとか、音楽の代わりにホワイトノイズってザーっていう、はい、音を流してくれたりっていう設定でいろいろ変えられる。なんか私眠れない時に音楽に行くの好きなんですけど、うん、あの朝起きた時にそのウォークマンとか iPhone の充電なくなってるのが怖くって、もうすぐ止めなきゃって思うと、それで止めてまた起きちゃうんですよね。うわー、もったいないね。なので勝手に止めてくれるのすごいありがたいというか、うん、安心感、もうこのまま寝ていいんだよっていう安心感がいいですね。実は、はい、音声による、いろんなそのガイダンスのプログラムが入っていて、はいはい、これをできればやっぱり日本語化したいなというふうに思ってます。実はその認知行動療法って、うんうんうん、CBT とかって言うんですけれども、不眠症とかで悩んでいる人たち、に対して、お医者さんがそのどういうふうにそれを、治したらいいかっていうのを、ガイダンスをする特定のやり方っていうのがあるんですけども、うんうんうん、それに準拠しているプログラムがたくさん入っている。そうなんですね。松崎さん、普段からこれ、コクーンも使われてると思うんですけど、うん、どうでしたか、使ってみて。結構実は慣れが必要だなと思っていて、慣れ？うん。最初つけてから最初の何日かと、1週間ぐらいかな。はい、ちょっとやっぱり寝づらいというか、はい、あ、若干の違和感っていうのがありますね、うん、やっぱりこうヘッドホンが途中で取れちゃったりとか、そういったことはありました、うんうんうん、でやっぱりそのなんだろうな、その時期が終わると逆に言うとよりこう使い勝手が良くなるというか、もう朝起きててもちゃんとつけてて、そう、ずっとついてるし、全然あのつけ心地というかね、違和感もないしという感じで、うん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 、すごく使い勝手良くなったかなという気がします、うんうんうん、やっぱり僕と一緒で、すごく睡眠の質を高めたい、そういったものに興味を持っている人に一番お勧めしたいです。これだけ分析してくれたら相当面白いですよね。で、やっぱりこう、当然ね、不眠症とか、うん、きちんと寝れずに困ってらっしゃる方とか。聞いてただけでちょっともう今、若干リラックスモードに入りました。なるほど。ちょっとこう、すごく仕事でテンション上がっちゃって、うん、ちょっとクールダウンしたいな、みたいな時に使えるかもしれない。あとは、それこそ星野さんみたいに、家族、ご家族で、いびきのうるさい方がいらっしゃるという時には、まあ、その方ではなくて、自分がつけちゃうっていうのもあるかもしれない。あと、まあ、家の外という、なんか騒音がすごいとか。あ、そうだね。そういうのもあるかもしれない、ね。雑音が気になるとか、そういう人とかもいいですよね。うん、今年に参加したカンファレンスで、うん、はい、スピーカーとして話してくれた人がいて、はい、マシュー・ウォーカーっていう人なんですけど、その人はもう睡眠のことだけを研究している、はい、研究者の人で、その人が書いた本が日本語にもなってるんですけれども、はい、睡眠は最強の解決策であるっていう、
わかりやすいタイトル。めちゃめちゃベタなんですけど、これはおすすめです。やっぱりいかにその眠りそのものを、質を高めることが、生活にとって大事なこととか、健康にとって大事なことかっていうのがすごく書いてあるので、ものすごい腹立ちします。私も読んでみます、その本。ぜひ。はい。というわけで、松崎さん。コクーンについていろいろとレクチャーしてくださいありがとうございました。とんでもないです。いやもうすっかり虜というか、私は欲しくてたまらないですね。もうお父さんのいびきもそうですし、自分の睡眠の謎をこれを使って解き明かしたいという気持ちでぜひ試してみてください。はい、この EEG 脳波センサー搭載の皆さんの快眠をサポートする快眠デバイスコクーン、ご興味のある方はぜひページのチェックをお願いします。これからもきびだんこの新しい商品について知りたいという方は、ぜひチャンネルの登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、バイバーイ。